数百年前、三星花祭りにとあるモノノフが迷い込んだ。どうして人がここに？結界を張ったってのによ、まったく困ったもんさ。祭りの最中、妖怪たちは話し合い、彼を追い払おうとしたが、この時、とある声が聞こえた。せっかくの我らが祭り、楽しませてやるのが一番だ。妖怪やら人やらを分ける必要はなかろう。それは、辛抱熱き妖怪の声だった。彼が口を開くや否や、妖怪たちはピタリと静かになった。おい小僧、いける口か？あ、それなりには。おほー、では我らと共に今夜の共演を楽しんでくれ。こうして大妖怪と侍は共にひとときを楽しんだ。祭りの最後には秋津羽根遊びで思い切り勝負して引き分けとなり、深い友情を築いたのだ。これは驚いた。ひとごときが我の動きについてこられるとは。千変万化の妖力を拝見できて、自分も剣術の糧を得た。刀が得意か？自分はより強い相手を求めて各地を旅しているでござる。ではこういうのはどうだ。これから10年ごとにここで勝負するのだ。楽しみでござるな。出会った時、モノノフはおよそ25だった。10年後、再会した二人は、すぐにまた意気投合した。飲み、遊び、磨き合って。はじめはただ気の合う仲間同士だった二人が、互いを思い合う親友になった。そしてまた10年、モノノフの剣術は極まり、なんと試合に勝つことさえあった。釜井様は驚いて、酒を断ち修行をし再戦に燃えていた。でも次の10年目、人は約束を守れなかった。南で起こった戦に駆り出されていたから。妖怪にとって10年など一瞬、釜井様は気にも留めなかった。けれど次の再会の時、釜井様は目を疑った。モノノフは弱い65で、傷だらけ、白髪だらけだった。おい小僧、まだ剣を握れるか？自分は年じゃ、もうそれには応えられん。こたびは別れを告げに参ったのだ。そうか、秋津羽根遊びにもう一度付き合ってくれるか？それもよい。モノノフは全力を尽くしたけれど、衰えた体力のため早々に退場となった。釜井様は羽子板を置いてしばらく黙り込み、長いため息をついた。実に遺憾だ。